じゃあお疲れ様です。政府が小倉側の着工したということですけども、受け止めをお願いできますでしょうか。そうですね、まあ、いいです。9月の21日に文書を到達したということで協議が行われているということについて、我々は明確に代執行訴訟も進行中なので、それが終わって後に協議をしたいということは申し入れているはずなんですね。それでも工事をするというのは、まあ、政府がそのように政府の都合でやっていることだということで、非常に遺憾だというふうに思います。今後どのように対応していく予定ですか。